第二代アルベマール伯爵ウィリアム・バン・ケ・ヘッペル、1745年頃、頃第二代アルベマール伯爵ウィリアム・アン・バン・ケッペルは、グレート・ブリテン王国の外交官、帝神フランス駐在イギリス大使を務めたことで知られる。初代アルベマール伯爵、アーノルド・ジョースト・バン・ケッペルの長男として、1702年6月5日に、ホワイトホールで生まれ、 ン安城王を名付け親に洗礼を受けた。ネーデルラント連邦共和国で教育を受けた後、帰国して1718年に、父の称号と遺産を継承した。1722年、ヘルダーラント州の領地で、ミュンスター司教、クレメンス・アウグスト・フォンバイエルンを接待した。1725年に、バス勲賞を授与され、1727年に、 国王の栄光ルド館に任命され、1731年11月22日にアルベマール伯爵の不評連隊長に任命され、1733年5月7日に第三条馬衛兵隊長に任命されるまで務めた。1737年にバージニア王立植民地総督に任命され、1739年7月に順庄に、 1742年2月に少々に昇進した。1742年にステア伯爵と共にフランドルに向かってオーストリア継承戦争に参戦。翌年のデッティンゲンの戦いにも参加した後、1744年10月にコールドストリーム、この F 評連隊長に転じた。1745年のフォントノワの戦いで負傷した後、 1746年のカロデンの戦いでは、カンバーランド公爵の戦列の最前列を率いた。その後は再び、フランドルを転戦、1747年のラウフフェルトの戦いに参加した。1748年のアーヘンの和訳の後、パリ駐在大使に任命され、1749年にガーター勲章を授与された。翌年に、 通密顧問官とクローム・オブ・ザ・ストールに任命され、1752年に国王・ジョージ2世がハノーファーを訪れて、イギリスを留守にしたときは、ロード・ジャスティスの一人を務めた。1754年、パリに派遣され、米州でフランスに留置されたイギリス国民の解放を求めたが、同年12月22日にパリで休止した。遺体はイギリスに移送され、ロンドンのチャペルに埋葬された。 1723年、アンデノックスと結婚、八男七女を設けた。ホレス・ウォルポールは、アルベマール伯爵を、老皮家伯爵と呼び、パリのイギリス大使館が維持されたのは、アルベマール伯爵のおかげであるとした。1723年に結婚した時点で9万ポンドの財産があり、妻にも2万5千ポンドの財産があるにもかかわらず、1万4千ポンドを残して、 他はすべて散財し、債務返済にも子供たちにもほとんど残さなかった。そのためか、ジョージ2世はアルベマール伯爵の未亡人案に1200ポンドの年金を与えた。ありがとうございます。